結成10周年、大阪から世界へ、40カ国ものステージでライブを行うなど前代未聞の偉業を達成し、日本ロック史に風穴を開けたクロスフェイスの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はリードボーカルの小家さん、そしてプログラム、そして、ビジョン担当のテルさんにお越しいただきました。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介お願いします。お願いします。あ、クロスフェイスのボーカルの小家です。プログラム、ビジョンのテルです。よろしくお願いします。はい、クロスフェイスの皆さんは、ロック兄弟はテレビ東京時代も、ニコ生にどうしても何度も出演していただきました。 はい、ですが生ゲストとして登場するのは初めてなんですよね。そうです。はい、ちなみになんですけど、はい、ニコ生に出たことってありますか？つい最近ニコ生の違う番組に1回させてもらって、はい、このね、コメントのやつ出てくるの結構、はい、面白いですね。そうですね、リアルタイムで見れちゃうんでね、うん、はい、はい、そして、前回のゲストだったこんな方からメッセージがございます。ほう、誰やろ、聞いてない。お、あ、もうすぐ出る。はい、What's going on, CrossFaith? We are Survive 7 Problems! Yeah, thank you. Yeah, it is so many times, but I'm going to be here. はい、あの高めのコメントを来てますね。まあ、知ってるやつすぎて別にテンション上がらない、はい、サバプロさんとはあれですよね、仲良しなんですよね。俺が特に、まあ、ボーカルのヨシと、ギターのアイバンっていう2人は結構、プライベートでも飲みに行ったりとか遊びに行ったりする仲なので、はい、いつものやつ来たなぐらいの、はい、サバプロの、そうですよね、はい、アルバムに楽曲参加して、あ、そうです、はい、ロスインタイムという楽曲で、これはだいぶ仲良しってことですね。このそうですね、はい、そんなにサプライズ感もなかったし、そう、別にびっくりした感じなく、はい、あ、森田やとか言ってみましたね。上の名前呼んじゃうっていう。はい、今年は春からずっとツアーの連続だったそうで、はい、4月イギリスツアー、はい、そうです、イギリスツアー、5月ロシアとヨーロッパ、6月日本ですね、はい、7月オーストラリアで、ものすごいですよね。そうですね、結構、まあ、まあでも、結構ずっとそんな感じなんで、ロシアってすごいですよね。ロシアすごいですよ、飛んでますよね。海外にツアー行くバンドもいますけど、ロシアとかってあまり聞かないですね。あんま見たことないですね。話しても結構驚かれますね、ロシア行ったみたいな。この日本ってその、まあ、ロックはもう根付いてるじゃないですか、ロシアとかってどうなんですか？結構やっぱロック熱かったですね。イギリスのエンターシカリっていうバンドと回ったんですけど、彼らがライブして6000人とか入ってて、はい、で、お客さんのノリも本当に結構世界各国回ってるんですけど、その中でもかなり激しい方というか、あ、そうなの、もうフロアでいきなり花火始まったりとか、勝手に花火を、ちょっと花火どういうことですか？いや、花火がどういうことなんでしょうね、俺も分かんないんですけど、花火が始まったんですよ、でも、はい、じゃあロシアにもしっかりロックシーンがある、そうですね、はい、すごい、なるほど、そして日本ツアー、はい、これ場所が北見、帯広、小樽、苫小牧、そして小倉、熊本、周南、これだいぶ変わったところですよね。なんか両極端じゃないですか？そうですね、その、まあ、ツアーでなんていうんですかね、普段回らないような場所をあえて重点的に回ろうっていうツアーだったんですよ、ね、オペレーション X ツアーっていうツアーで、で、お二方あるんですよ、北海道出身。あ、そうなんです、だから嬉しいです、こんなね、4つも。帯広すごい田舎じゃなかったですか？帯広はね、はい、豚丼ですよね。豚丼ですね、豚丼有名ですね。びっくりですよね、いやでもすごい熱いですよ、帯広のお客さんも。やっぱり北見でやったライブハウスはな、オニオンホールって言って、元なんか玉ねぎの、そうそう、なんか倉庫みたいな、クソ熱かったんですよ、元倉庫の言い方があんまりなんかいいイメージだな。まあ、まあ、そのお客さんの熱もあったって、そう、熱かった、よかったんですけど、へえ、すごい、いや
そうね、うん、小樽っていうのもなかなかツアーでは、ツアーで回ってるバンド、うん、なかなかいないですよね。いつも札幌が多いん で、まあそうですね、あえてその札幌をその時を外して他の場所を回ろう、うん、やっぱりあの自分もそういうなんていうんですかね、ライブに行くキッズやったんで、うん、そのなんていうの、遠征とかってなかなかできないんですよね、高校生とか中学生の子だって、うん、やっぱ僕らの音楽聴いてる、要はラブロック的なものを聴いてる子だったり、うん、若い人たちが多いから、うん、そういうじゃあ来られへんだったら俺たちで行ってあげようっていうような感覚ですね。なるほど、そのスタンスがすごい、いや素晴らしいですね、うん、そして夏フェスにも、はい、たくさん出られてたということで、はいはい、いかがでしたか。夏フェスですか、はい、楽しいですよ、はい、あ、写真が出てますね。あ、これどこのやつだろう、これどこのやつだろう、あ、すごい、これはフカジャンじゃない、これはロッキン、これロッキン、うん、あ、これすごい、ウォールオブデス、そうなんですよ、こんな大きいウォールオブデス、なかなかすごいアングルですよね、パッと見パッと見人おらんのかなみたいな、ね、いや、でもあんなに綺麗に人いないことないですからね。すごい綺麗。え、あの後このぶつかり合うわけですよ。そうなんですよ。ぶつかるんですよね。大丈夫ですか。大丈夫なんですかね。俺いないんでそこに。やらせてるくせに。歌ってる時気になりませんか。いや、めっちゃテンション上がりますけどね。うわー。一回俺テンション上がって、はい、あそこのその分かれてる空いてるところにステージから降りて、はい、こう行ったことがあるんですよ。はい、どうだった。どうなったんですか。あのもうしかもあのアメリカやったんですけど、はい、もうでかいやつらがこう 俺めがけて突進してくるみたいな、テンション上がってるもんな、向こうテンション上がってるから、うわいつ来たみたいな、ステージ上から友達が動画撮ってたんですけど、はい、そうバーンでぶつかった瞬間に、うん、みんなでかいから、はい、俺が消えたって言うのがおらんくなった、俺がおらんくなった、いけんのかって消えた。実際どうだったんですか、その中心にいて。いやでもやっぱタフでしたね、あいつら強かったっすね、痛くなかったっすか。ですよね。あー、まあまあ、でもやっぱもうテンション上がってるんで、それアドレナリン出てますもんね。そうそうそう、うん、あのそれもライブのね、醍醐味ですよね、肉と肉とのぶつかり合いがね。ウォールオブデス、死の壁やから、ね、いやでも海外のライブでも起きるんですね、ああいう、ね、そうですね、俺は最初海外で見て、はい、なんですか、日本であんまやってる人らを見たことがなくて、そのじゃあ一回やってみようみたいなんで、うん、始めたのが結構きっかけで、へ、えー、まあ、だからウォールオブデスのパイオニアと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね、クロスフェイスは。そうですよ、すごい。それいつ頃ですか、その初。え、多分結構本当に地元のライブハウスでやってる頃からやってましたね、その頃とか見たことないですよね。そうですね、何年も前ですよね。そうですね、確かに今でこそたまに見ますけど、でもあそこまでの規模のウォールオブデスは見たことないですよね、うん、すごいですね、すごい、はい、はい、そんなクロスフェイスは、8月2日にニューシングル「フリーダム」をリリースしました。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、まずシンプルかつ奥深い「フリーダム」というタイトルに込めた思いを教えてください、はい、フリーダムっていうのはまあ自由って意味なんですけど、はい、そのやっぱりフリーダム自由ってすごいまあ広い意味だと思うんですよね、うん、どういう結構いろんな捉え方ができると思うんですけど、はい、でまあその今回のこの「フリーダムって楽曲 の、 そのテーマと照らし合わせると、うん、いろんなものがこうなんて選択の自由がどんどん広がっていく中で、でも実際に本当の自由とは一体何なんだろうかっていうのをこう問題提起しているというか、別にあこう明確に答えを示しているわけではないんですけど、なんかそのなんていうんですか、自分だけ の、 そのものっていうのをしっかり見つけて、それに対してちょっと向かって走っていけよっていう楽曲なんですよね。これあれですよね、フューチャリングゲストに、はい、イギリスのバンド、うん、エンターしかり、先ほど言っていた、はい、このバンドの方はどこで知り合ったんですか、うん、最初は日本で、彼らが来てる時に、はい、対バンしたんかな、確かそうやったかな、うん、キッドルームかどっかで対バンして、まあ、それで俺らもそのエンターしかりが好きやったから、うん、やっと対バンできるみたいなところで、うん、まあ、打ち上げとかで仲良くなり、あいつらもクソお酒飲むから、うん、まあ、そうでしょうね、そうなんですよ、すごい酒飲むから、はい、まあまあ、すぐ意気投合して、はい、それからまあ彼らのアメリカツアーに呼んでもらって、はい、アメリカで一緒に回り、はい、で俺たちも俺たちの日本でのイベントに読んで出てもらうっていう、うん、そういうような感じで、あ、すごいいい関係性ですね。そう、そうですね、うん、そのバンドとして の、 そのやってる音楽のスタイルも、うん、そのバンドとそういうエレクトロミュージックをこう融合させるっていうスタイルは、本当その10年前はなかなかいなくて、うん、でその、 あの今年 の、 そのロシアとか
そのエンターシカリのファーストアルバムの10周年のツアーに俺たちを呼んでいただいて、でそれでこうツアーをしたんですけど、でその時にこう俺たちの曲を作ってて、なんかすごい縁というか、なんか俺たちもやっぱなんかエンターシカリの曲作ってみたいなっていう気持ちもすごい強くて、もう満を持してっていう感じですよね。そうなんですよ。それではちょっとこの曲、さ聞いてみましょうか、はい、早速、はいはい、それでは小出さんから曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。8月2日にリリースされたニューシングル「フリーダム」から「フリーダム」。はい、激しいですね。激しいですね。激しかった。いや、これはもう世界に通用するっていうのが分かりますね、サウンド的にも。ありがとうございます。そして、はい、今回のシングル、はい、カップリングの曲も、はい、むちゃくちゃかっこいいという、はいはい、え2曲目はあれですよね、はい、ライズのジェシーさんを迎えての曲。この曲もやばいですよね。タイトルがロックスターステディー。うん、いや、あの歌詞実は読んだんですけど、はい、この曲面白いですよね、はい、だいぶ。俺たちが愛したロックスターたちは一体どこへ行ってしまったんだ、俺たちが掘り起こしてもう一度彼らに武器を持たせてやろう。ちょっと読まれると恥ずかしいですよね。ジャスティン・ビーバーみたいなスタイルはお前らには似合わない。そう、いや、まあまあまあ、はい、いや、すげえ面白い歌詞だなと思って。実際にやっぱ俺たちがその、なんていうの、聴いて育ってきた音楽をやるきっかけになったようなバンドたちが本当にやっぱこの10年でどんどん減ってきてて、やっぱちょっとほんまにね、ちょっと悔しいというか、はい、それをなんかこうあいつらからちょっとこう、なんていうの、相手に対してこう挑発的なメッセージというか、しかもそれがアジアっていう国から出てきてるバンドに、バンドからのメッセージっていうのが多分結構面白いなって思って。でやっぱジェシー君もそういう、なんていうんですかね、もう本当にデビューからも20周年でしたっけ、20年してて、ずっと今も走り続けてて、で最前線を走り続けつつ、まだにどん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 新しいことをしているっていう、本当にまあ奇遇な存在だったんで。これなぜジェシーさんになったんですか？その俺が曲作ってて、はい、でその曲を作ってると、まあその恋ちゃんが、はい、まあそういうロックスターについて歌おうと思ってるっていう話を振ってて、でそれでまあお互いこういろいろアイデアを練ってて、じゃあもう誰か、じゃあゲスト迎えようぜってなった時に、じゃあその歌詞のまあ内容と一致する人っていうので、こうお互いジェシー君じゃない、うん、今こうバリバリで、その10年前のそのすげえ、まあ、ロックがそのまあすげえ勢いあった時代も、彼はもう現役、まあ、第一線で活躍してるし、で、はい、今もなおやっぱもうシャキシャキでこう活動し続けてる。シャキシャキマクファジンさんってできてるから。ってなると、やっぱもうジェシー君しかおらんやろって、あんなにコンバース似合う人おらんやろってなって、コンバース、うん、やっぱロックス、コンバースやっぱ似合わんと、やっぱロックスター。俺コンバース似合えへんねんな。いける？大丈夫かな。大丈夫。まあタイプが違うよな、こうじゃな、うん、こうじゃもうちょっとなんかタフなやつやな。そうやな、ゴツッとしたやつ。ゴツッとしたやつ。このジェシーさん歌ってるところの歌詞は、はい、あの和訳はないみたいなんですけど、はい、あの F ワードがねちょっと多すぎて、はい、あの歌い出しからあの穏やかじゃないワードがボンボン出てきますよね、はい、そうですね、穏やかではないですね。あのこれをミュージックビデオにして、その当時の MTV とかに流したら本当にほぼビーってなるっていう。そうですね、気持ちいい、気持ちよかったですかね。俺それ来てめっちゃ熱いと思って、俺がそのね訴えかけようとしてるメッセージに対して、もうやっぱりまあ絶対分かってくれるなと思ったんですけど、実際にこうフィードバックが返ってきた時にもう180点と思いましたもん。完璧やと思って。いや、気持ちいいっすよね、ここの部分。これはもう CD 買って歌詞カードをチェックっていうところですね。これはいや、これはもう歌詞が僕非常にどの曲も面白いなと思ったんですけど、やっぱり英語詞っていうのはそのこだわりなんですか？そうですね、まああのやっぱ聴いてきた音楽が英詞の音楽だったので、まあ、自然にやっぱその英語で歌うっていうことと、やっぱ海外に出ていってあのバンドをしたいっていうところで、やっぱり英語じゃないと伝わらないっていうのが前提だったんで、そこは結構ないがしろにできなかったというか、もうそれはで、まあ、自然な部分が多いですね。でもナチュラルに英語で歌うっていうのが染み付いてましたね。なんか訳詞を見てすごい面白いなと思って、はい、いつかなんか日本語を歌ってるバージョンも聞いてみたいな、個人的にファン。そうですね、はい、いいかもしれないですね。そして3曲目の曲も、はい、また早い、はい、早いです、早いっすよね、バキバキですね。これはこの曲も、もう早くてバキバキなんですけど、これもどういうテーマですか、この曲は？
この曲は、まあ、その自分自身との戦いというか、うん、やっぱり人間の中にその欲望とかそういう邪念というのが結構あると思うんですけど、はい、まあ、そういうものにこう振り回されず自分、まあ、自分の思っているもの自分の信じているものに対してこう突き進んでいけよっていう楽曲ですかね、うんうん、そしてこの曲はなんとすごい企画が、はい、これすごいですよ今進行中で本当に、うん、これどういうことなんですか。ヘッドバンキングをしなければ曲が聞けない。そうなんですよ、拷問です。拷問ほんまね、実際にやったんですけど僕、はい、あのほんでヘドバンを止めると、はい、あの音楽うーんって止まって、でなおかつ、はい、もうちょっと振って頭痛いのに、うん、まださらに英語でドーン、なんで止まんのみたいな、煽ってくるんです。お前メタルは鳴りやまねえぞみたいな、なんかドーン出てきて、これ作ったやつだいぶ S やなみたいな。それすごい、首痛めたよってコメント来てる。お前首痛めた。今ここにそのあるみたいなんですけど、はい、頑張ってください。これ僕がやるんですか。誰がやるんですか、他に。確かにいないじゃないですか。ほらやってくださいよ。めちゃくちゃきつかったぞこういうやつ、これその3つけろ。このカメラに向かって、カメラに向かってヘッドバンキング。お、ちょっと待ってよ。よし、行ってみよう。あ、これどうしたらいいんですか。始まるんですか。ヘドバンの用意はいいか。どういうこと。来ました。オッケー。うわ、あ、コンも始まってんの。まだです、まだです、まだです。カウントが出るんですよ。そうですよ。はい、うん、ヨシキさんがヘドバン危ないって言ってました。はい、今来ましたよ、今ですよ。どうだ。おい、おい、なぜやめちまった。どうだ。おいおい、なぜやめちまったって言われてますよ。あ、映ってないとダメなんだ。え、映ってます、映ってます、頑張れ頑張れ。あ、すごい煽られてる。そうだ、映画です、映画です。あぁ、え、これすごい、もういいだろ。まだイントロも終わってないですよ。脳振動するよ、これ。この辺、次あたりでめっちゃ疲れた。疲れた。メタルファンなら、ヘドバン。これめっちゃ面白いですね。これか、新しすぎる、うん、いやちょっと待って、ちょっと諦め早くないですか。いや、これちょっと待って、まだ俺のボーカル1個も入ってないんですけど、ちょっと待ってください。これいいですか、ちょっと一旦だ、ちょっと今後 の、 あの MC ちょっと続かなくなります。ノアティン、はい、ノアティンやってみようよ。やるんすか。やってみる。できる。私結構ライブでヘドバンします。おお、はい、これちょっと腕の見せ所ちゃん、俺のボーカルまで行ってほしいな。これは何、これ。あ、今歌入ってなかったですか。入ってないですよ、まだそこまでできないです。まだイントロです。あんなにやったのに。いやもう拷問なんですよ本当に。ちょっとノアティヘドバンの用意はいいか。歌までたどり着いてください。ノアちゃん、全国のノアちゃんファン見とけよ。ちょっとこのヘドバンはなかなか気合が足りなかったから。いつから、いつから。はい、行こう。おー、おー、いい、気持ちいい、気持ちいい。結構あの、サクタイプの、うん、いいよ、いいよ。あ、すごい、いいよ、いいよ、いいよ。お、ノアティン来たって言われて、サービスって言われて、やばい。お、いい、いいよ、サービスショット、いいよ、いいよ。もうついで、いいよ、続けるぞって言われた。これいける、全国のノアティンファンに俺ら怒られへん。いけ、いけ。うわどう、まだ歌に到達してない。明日のライブ困るから。じゃあ歌でやめます。みんな優しいな。優しい、みんな優しい。やっぱ女子優しい。あ、歌来た、歌来た、歌来てます。いいよ、もう大丈夫よ。はい。めっちゃ心配されてる。めっちゃ心配されてる。ノアティン頑張れ。はい。あ、え、イエイ、すごい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 、まさかの、すごい、すげえすげえ、すごいすごい、はい、あの素人じゃなかった、うん、素人のふりじゃなかった、うん、はい、いや慣れてるな、うん、慣れてた。ライブでやってるので見に来てください。そう、すごい。あ、ライブでやってるんだ、はい、あんな激しくやってます、やってます。明日ライブ、ライブなんでしょ。今メッセージで出てましたよ。 あ、僕明日ライブなんですけど、そう、ね、大輝さんがね、明日ちょっと影響出そうですね、これは。大丈夫ですか。絶対大丈夫。え、これで終わりですか。これで、このいや、え、お二人、はい、何ですか。いや、あれ、あれ、もう、え、なんか、俺らがやっぱ本物見てみたいってくださいよ。俺らがか、だって曲もうやり、全然流れてないですよ。え、全然流れてないですよ。私本物が見たいな。じゃあ、じゃあもうテルさん、テルさん行ってください。ヘドバンといえばテルさんなんで、お願いします。いや、だって曲やっぱたくさん流れないですよ。そうですよね、プロモーションなんないですから ね、これこの距離で見れるの。ネットプロ的なね、入ってる間だけ流れるみたいな。
俺の激しさは。プロ行ったって、プロ行ったって。いや、ねえ、ぶつけないでくださいよ。そうそう、俺、何ぶつけちゃいそう。俺、チンタムが流血しちゃう。あれ意外に、でもあの効率のいい、効率のいい、あだいぶし皆さん効率がいいよ、玉野さん言ってるけど省エネですよ、いや省エネですよ、ちょっと頭が腰って、うん、多分角度だもんね、止まってる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 、無駄がない、あーいいいい確かになんて効率がいいんだろう、ワイプで見るとそうすごい、そうなんだけど横から見たら、そう半分正解、半分正解でライブしてるからな俺らは、こいちゃんはこいちゃんはってこいちゃんはって言ってるけど絶対せえへんからもうしたもん俺家で一人で、いいね、一人でやったんですか、で最後までやったらなんか認定書みたいなのがもらえて、お前がどれぐらいメタルやったかみたいなの出てくるんですけど、まあまあやなって言われて、認定書出るんですか、二度とせえへんと思いました、まあまあだな、最後までやれば、え認定書出るんですか、最後まで出てます、最後までいけばそれ見たいです、いけばでも尺的にあの結構がっつり取りますけど大丈夫ですかいやいやいや、おかしいおかしい、いや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 無理やって無理やってCD 買ったら聴けるから、それはじゃあちょっと皆さん自宅で認定証を出してください、お願いします、いや、はい、激しいですね、はい、これ誰が考えついたんですかこれ、これはね、はい、そういうのを作るアイデアを出してくれる会社があって、うこういう企画をしたいんだ、クロスペースの曲を使いたいって、はい、でちょうど作った楽曲がこのディアボロって楽曲で、もうこれしかないやんみたいな、このシステム自体はなんか世界初らしくって、いや見たことないですよ、ないでしょ、聞いたこともない、でもほんまにテクノロジーの無駄遣いやなと思いますけどね、ません、いやでも面白いですよね、触れ込みが最先端技術を使った音楽体験みたいなの書かれてるんですけど、もうほんまテクノロジーの無駄遣いですよ、すごいめちゃアナログですからねやってること確かにこれは家でやってても上がりますね、これまあお母さんに止められますよね、お父さんライブ気分になりますね、でも家でも、いやそうですね、それがすごいいいなと思います、そして、はい、4月から世界中飛び回っていた皆さんですが、はい、今年の夏どんなことをしていたか、はい、プライベートの写真を実は持ってきてもらいました、はい、持ってきました、めっちゃ貴重じゃないですか、そうですね、iPhone に入ってるやつをまず1枚バリシュール、何これ、待て待て待て、何これ、シュールやな、何何、プリンスホテル苗場、あ、場所、苗場といえば Google マップ、あれだ、フジロックだ、そうなんですよフジロックですね、これあの僕なんですけど、はい、あのフジロックに遊びに行ったんですよね、はい、1日目やったかな、うん、遊びに行って、はい、でまあ終わって結構まあお酒も入ってて、うん、で会場から駐車場まで戻ろうとしたんですけど、駐車場フジロックめっちゃいっぱいあるんですよね、ありますね、でまさか、うん、で俺帰るのに見つけるまで4時間ぐらいかかりました、車、でその間に全然知らん人をにが助けてくれて、でまあでも助けてくれたけど、まあ、またその人と飲んでて、はい、でよりベロベロになり、はい、で本当に帰れなくなって、マジで迷子センターみたいな感じで、その人たちが連れてってくれてここやろみたいなんで合流できて、はい、帰ったっていうあの思い出の一枚なんですよね、まあ、フジロックの写真1枚も撮ってないですからね、1枚目に地図が来るとは誰も思ってなかったこれ間違ったんかなと思って、スクリーンショットですからね、そうっす、あ、2枚目来ました来ました、はい、これはね、この前九州の番組で、はい、ミニ四駆を作るっていうミニ四駆の大会をしようっていう企画があって、はい、で意味わからん企画ですよね、ほんまに、でよく見たらウイングのところに最速爆走って書いてるんですけど、まあ、俺全部自分で色塗って、はい、あれもですか、すごい楽しかったなっていう写真です、器用ですね、だいぶ、みんな小学生やったもんな、戻ったな、3枚目、あ、こちらはこれとかもうガチのプライベートですね、ストロングゼロ、左におるやつが、はい、マジで地元の友達で、小学校からの、はい、まあ俺とテルも大親友なんですね、そう、俺は幼稚園から一緒やもんな、チップそう、まあ、チップってあだ名なんですけど、はい、チップ今映ってるぞ、ニコ動で映ってるぞそして見てますかね、チップ見てますかね、しかもなんでチップっていうかっていうと、はい、恋も下の名前ケンタなんですね、そうです、はい、でチップもケンタで、いやどっちもケンタやから、はい、じゃあチップとデールやんみたいな言ったら、ディズニーのいるじゃないですか、リスのやつ、はい、でそれでじゃあチップで
デールや、呼ばれてるんですかデール。デールは浸透しなかったです全然。あ、全然浸透せんくて良かったな、浸透したパターンか。なるほど、すごいな。 そいつの家に行って、この前実家にちょっと帰ることがあって、はいはいはい、ちょっと遊びに行こう言って、はい、もうあの左の左のね、あの顔、真っ赤な顔でベロベロやんくんって言われてますね。すごいな。いいやろ別に休みやねんから。これからデールって呼んでいい？無理無理とか言う。はい、お、そしてこちらはやっと夏っぽいのが出てきましたね。ね、来ましたね、うん、これははい、これテルさん、そうですね、俺ですね、はい、あのつい最近トライアングルっていうフェスティバルが福岡だったんですけど、はい、でその時にあのすごいもうサンセットが綺麗 で、その時に撮った写真ですね。これ海ですか？湖？海ですね。海、はい、これ結構あのホテルニューアワジ系のあの旅館の旅館の CM の写真みたいな投影出てきそうですね。綺麗すぎて、うん、そうなんです、綺麗に。お、2枚目出ましたね。え、これは？お、来た。なこれも俺なんですけど、あ、これもいいじゃないですか。奥が俺で手前がカズキで、インスタ映えしてますよ。してます、よく見てくださいよ。どういう図ですか？よく見たら元気玉ですよ完全に。なんか儀式かと思いました。これ どういうことですか？これは俺ら2週間前ぐらいまで LA にいたんですよ、はい、でその時に神曜日やっぱその光合成正解LA ってもう天気がすげえもう良くて、もうなんかちょっと何このモーテルから出て一歩出たらもう LA みたいな、もう日差しとか天気がすごく良くて、でその曲作っててちょっとなんか、あ、頭ちょっとふとしそうやなみたいになったら、ちょっと、はい、ポジティブなね、光合成しようって、ビタミン作ろうっつって、はいはい、ね、ほんますごい、すごい10日間ぐらいおったけど、もう毎日もう曇った日がなかったんですよ、やっぱ10日ぐらいおったの。雨も降らないんですか？降らない、そう、ちょうどその時東京が22日連続雨って出る時聞いて、もうこれ戻れねえなみたいな。これは、あ、これも俺ですね、これはそのトライアングル、その福岡のフェスが終わって、はい、でちょっともう俺福岡残ってたんですよ、はい、でその福岡の友達のやつと、はい、の車でドライブして、はい、なんか、はい、何だったっけ、なんか滝が、滝、はいはい、何の滝やったっけ、ちょっと出てこないんですけど、はい、まあ、その滝に行ってこうマイナスイオンパワーをちょっと吸収しに行ったんですけど、いいですね、はい、いろんなパワーもらってますね、アウトドアで、美味しそう、はい、あ、それそれそれ、それです、それです、白糸の滝、有名ですよね、そうな、聞いたことありますね。でそこで食ったこれはヤマメ、ヤマメですね、そう、俺もこのアユとかヤマメとかそういうあのドラえもんとかに出てきそうじゃないですか、はい、こう気に刺さった魚って、はいはい、もうなんでドラえもん、ドラえもんですかね、いやドラえもん、ドラえもん映画で出てくきてん、なんかの出てきてん、なんかのが出てきて、もうめっちゃ好きなんですよ、ロマンでしょ、なんかやっぱ分かる、これ自分で釣ったりしたわけではないんですか、ね、釣ったわけじゃないんですけど、釣 っ,、まあ、釣ってる人もいたんですけど、はい、はい、ですか、そんな感じでしたね。あ、でもこちら夏っぽくて安心しました、うん、なんかすいませんね。大丈夫です、よう分からん写真が、チーズから始まりましたね。チーズ選んだ方が悪いとあれば順番が悪い。本当にびっくり、いやいやいや、はい、でもすごいですね、まあそのいろんな国行ってるわけですけど、あの どうですかあの日本のロックバンドとして行って、はい、現地であの割とみんなすんなり受け入れてもらえるもんなんですか？そうですね、やっぱあの音楽がかっこよければ、はい、もうその壁っていうのはなくなるっていうのはもう本当にもう身をもってこう体験してるんで、うん、そうですね、あの俺はその日本のファンも、まあ、海外のファンも、まあ、核となるところは結構やっぱ一緒やと思ってて、うん、まあ、いい音楽があって、そのやっぱり特にロックを聴いてる人っていうのはこうなんていうんですかね、なんかこう普通に溶け込めない人が多いと思うんですよ、やっぱメッセージ的にもやっぱりロックってこういろんなね鬱憤とかこう晴らしたりするしたりとか、そういうネガティブなものから生まれてきたものっていう部分があるんで、やっぱり俺たちのライブはすごいやっぱこう激しいので、そういうところにこう共感してくれる人がたくさんいるんで、それはやっぱ毎回やっぱ海外に感じますね。そしてこ の CD と同時リリースなんですよね、はい、こちらの DVD がこれ出ました、すごいですね、この幕張、これ何人ぐらい集まったんですか？これはね、4000ぐらいかかるな、すごいですね、一番まあ最大の規模でしたライブで、曲数もバッチリ入って、はい、こちらも同時発売ということ、はい、はい、
チェックです。皆さんよろしくお願いします。はい、チェックです。そしてそろそろお時間ですか。はい、はい。まだあれ最後まで聞けてないのにな、ヘドバンのやつ。それ俺抜くの、俺抜かれてるから。ここでね。いやあのフラッグの方にサインを、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい。すげえいっぱいいる。ね。あとですね、視聴者の皆さんにプレゼントを持ってきていただいたみたいです。はい。そちらは。ちょっとじゃん、このステッカーを俺らの、はい、サイン付きのステッカーの番号が見えないんですけどね。いいんですよ、はい。はい。サイン付きステッカーを。何名様1名様3枚3名様3枚用意しました。はい、3名様はい、欲しい。あと、こいちゃんってなんでみんなあのラブの方にしがちやねんな。まあまあ、なんかそういうネットスラングみたいな。あー、なるほどな。みたいな感じ、まあ、悪い気がするけど確かに、多いですね。悪い気がするけど、こいちゃん。さあ、どこに行きますか、これ。まあ、新聞を書きたいとこやねんけど、だいぶいっぱいなんですけど、ちょっと、パパッと書くか。あ、さっきサインで書くか。そして、ノマティンツアーもあるんだよね。はい、10月から10周年を記念したワンマンツアーが始まりますね。はい、どんなツアーになりそうですか。まあ、この10周年の俺たちのツアーになるんで、はい、まあ、昔から俺たちを知ってる人やったりとか、はい、まあ、このフリーダムを通じて知ってくれた人とか、うん、なんかいろんな人に、まあ、これがクロスフェイスだぞっていう風な、まあ、ショーにしたいなとは思ってますね。うん、はい、ありがとうございます。はい、仙台、金沢、広島、高松、沖縄、青森が初ワンマン。はい、うん、はい、おお、ね、そうなんです。と、あとニューエイジ割、はい、18歳以下のチケットが100割に、はい、そう、ノアティンはもうだからダメですよね。あ、ダメかダメかでも、あの大人の力で入れてあげるから、はい、しっかり入れてあげるやったー。ただ、でも目がやらしかったですね。こいちゃんの目がやらしかったですね。延長アンコールすごい来てますよ。あ、え、マジっすか。ほら、じゃあヘドマン行きますか。これ延長ってどういうシステムでしたっけ、ニコ生って。これ延長、あ、そうなんですね。アンコール、アンコール、すごい、アンコールな、もうフリートークでいいんですよね。なんかあのコメント拾っていただいてもいいですし、はい、なんかもう自由な、見れちゃう、もうアンコールゾーンですよ。俺、はい、俺、あの弾幕みたい、弾幕。頑張れ、頑張れ、住民。何でしてほしいですか。じゃあ一旦コメント止めてもらって、一回止めてもらって、弾幕皆さん用意してください。こいちゃんからのお願いです。はい。何にしよう。何がいいですかね。もうパチパチっていうのよく見るけど。パチ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 。あれパチパチ。あれパチパチ。どうしようかな。来い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 でいいんじゃん。あ、じゃあそうしようか。全漢字で来い。漢字で来い。来い来い来い。いいですね。漢字で来い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 を皆さんちょっと準備してください。こいちゃんからのお願いで。どうしよう。俺を攻めてくれ。こっちか、こっちから来るか。こっちか、違うやな。準備は皆さんよろしいですか。これ、あ、コメントがもうぴったり止まってるから、止まってるから、これみんな今もうスタンバってます。ってやってるんですよ、今、はい、こう準備してる、はい、ちょっとじゃあ、じゃあこいちゃんからちょっと、はい、コールを。じゃあ、いくよ、みんな3、2、1、ドン。これ、こい。おお、来てる、来てる、来てるよ。でも、あ、来てる。すごい、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 これや、よく見るやつや。電車男のやつ、電車男のやつ。すごい、サガン曲がってる、サガン曲がってる。怖い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 。あ、いろんな声が出てきた。怖い。6兄弟のタイトルより出てるんですけど。すげえすげえ怖い。すごい、やったやん。ちょっとジョジョっぽい。嬉しい嬉しい。魚の方もいっぱいいる。ほんまや、電車は古い。いや、すごいすごい、これすごいですね。やったな、こいちゃんな。嬉しい、かかってこいや。そして皆さん、お前かかってこいや、こら。皆さん、この機会に聞きたいことがあればどんどん。あ、ほんまや、質問がね、質問コーナー、質問コーナー、リアルタイムで答えていただけるので、うん、質問コーナー待ってるよ。デールよかったな。デール浸透しそうなってるやん。その逆にロックが浸透してなかった国とかってあるんですか。
まあ、例えば中国とかだとそういう政府がこうロックフェスを禁止してたりとかそういうこともあったりして、フェスであのセキュリティいるじゃないですか、セキュリティの人たち、はい、あれがもう全部公安がやってたり警察官が、うん、機関銃持ってるそういう公安の人たちが撮ってたりとかしてて。好きなケーキはなんで俺チョコケーキが好きですね。かわいいチョコが好き。こうじゃま俺マカロンマカロンケーキじゃないですけどねケーキではないですけど、ね、ケーキみたいな、まあスイーツ、うん、甘味的な、うん、甘味的な的に海外でもアンコールっていうコールは起こるのですか。ね、結構何種類かあって、うん、We want more、うん、We want more、うん、さ、もっともっとくれもっとくれっていうやつもあるし、うん、で One more One more もあるし、うん、Crossface っていうバンド名を叫ぶ人たちもいるし、うん、いろんな方法がありますよ。あとシャウトのコツを教えてください、うん、ね、やっぱツアーがたくさんある中で喉を潰さないで、うん、やるシャウトって気になりますね。シャウトのコツはもう気合ですね。これもう何百回聞かれてるんですけど、あの気合です。これ息吸うタイプですか。いや俺吐くです。こうやって吸ってデスボイス作る人もいますね。ガセラルね、しますね、吸いで。俺吸いはちょっと用しないんですね。どっちかなんですよ、あれって武器持てるの、まあ、どっちかなんですよね。あ、両方吸いできる人は吐きできんし、吐きできる人は吸いできん、どっちもできる人いるんですけど、そんなるほど、練習しろ、そういうことや。よう分かってるかな。他は質問、あんまり俺らに興味ないか。どんどん行きましょう。へえ。ディストピアはライブでやらないんですか、うん、いつかやる。前までやってたな、うん、英語はどう就職しましたか、うん、ツアーで、もうツアーに行って、うん、その現地でそのツアーマネージャーのやつがイギリス人で、でもそれが絶対一番つながりますよね。結局やっぱ高校生の頃から英語勉強してたんですけど、うん、でもやっぱり行って飛び込んで使う状況にならないと覚えれないですよね、うん、初海外ツアーっていつ頃なんですか。2011年ぐらい。初は中国やったんですけど、イギリスに初めて行ったのは2012年。今どこの国に行きたいですか。どこ行きたい。俺はジャマイカに行ってみたいですね。ジャマイカ、ジャマイカね、はい、ジャマイカとか、まあ、南米とか、うん、そういうところに行ってみたいな。北欧、メタルの、ね、聖地ですから、うん、最近のおすすめバンド教えて。最近のおすすめバンド、はい、ドン。最近のおすすめバンドやろ。ちょっと待ってな、あとなんか浮かんでて。俺は逆に最近バンドもそうですけど、ヒップホップ結構よく聞くから。洋楽は今ヒップホップ熱いですもんね。そうですね、ヒップホップすごい聞くから。誰やろな、おすすめっていうほど、誰、オーシャン、なんか忘れちゃったかな。誰、ミーゴスとか。あー、ミーゴスね、いますね。あ、マジですか。俺結構ジャパニーズヒップホップ、日本語のラップを最近よく聞くから。それこそまあサルとかも聞く。ケンドリック・ラマー、うん、ケンドリックもいいしね。コウも好きやし、はい、お、あ、終わりの時間ですね。ああ、来ました。はい、なるほど、早かったな。いや、見事にアンコール大成功しましたね、皆さん。よかった、嬉しいな。はい、ありがとうございました。最後に番組を見ている皆さんにメッセージをお願いします。音源を買ってぜひライブに来てください。そう、まあね、こうやって YouTube とかニコ動とか、まあ、ラジオもテレビもいろんな音楽を聴く、媒体ってあると思うんですけど、やっぱりライブが一番なんで、ライブにぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございます。それでは曲を聴きながらお別れとなります。てる、はい、さん、曲紹介お願いします。おっしゃ、じゃあ俺たちのこの DVD の中にも入ってるこれゼノっていう曲のライブバージョンをどうぞ。クロスフェイスのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございます。